キャサリン・オブ・ブラガンザ、キャサリン・オブ・ブラガンザ、キャスリーン・オブ・ブリガンザ、1638年11月25日から1705年11月30日は、イングランド王チャールズ2世の王妃。ポルトガル5名は、カタリナでブラガンサ、コテリーナでブリガンス。1638年11月25日、キャサリンは、ポルトガルのリスボンで、後のポルトガル国王ジョアン4世。 当時は、ブラガンサ公とその妻ルイサ・フランシスカ・デ・グースマン、メディナ・シドニア公の娘の次女カタリナとして誕生した。ちなみに、彼女の母方の血筋をたどっていくと、チェーザレ・ボルジアの弟ガンディア公を不安にたどり着く。父ブラガンサ公ジョ女案は、1640年12月1日に、ポルトガル国民の圧倒的支持を受けて、スペインからの独立を宣言し、ブラガンサ朝を開いて、 後に改革王と呼ばれるようになる。しかし、この独立でスペインとの長期にわたる戦争、ポルトガル王政復古戦争が始まり、ポルトガル一国では対処できない事態になっていった。そこでジョアン4世は当初、スペインと敵対関係にあったフランスとの同盟を1641年6月1日に結ぶが1659年にフランスがスペインとの和平を実現させた。 ヒレネー条約によって、この同盟関係は昔、ポルトガルの独立は危うくなっていった。ジョアン4世が次に目をつけたのがイングランドとの同盟である。そのためジョアン4世は、娘、カタリナを8歳年上のチャールズ王大し、後のチャールズ2世に嫁がせ、両国間の同盟関係の樹立を図るべく、奔走することとなった。この縁談はカタリナが生まれた頃から格索され、 1640年12月1日に婚約が交わされていた。しかし、その後イングランドでのピューリタン革命に伴う混乱によって長らく棚上げとなっていた。これが実現するのは1660年のイングランドにおける王政復古の後である。こうして1662年5月21日に二人はポーツマスで結婚した。さらに、この結婚によって、 北アフリカのタンジールとインドのボンベー、ゲン、ムンバイが持参金としてイングランドにもたらされた。この二つの土地は後年イギリスの海外進出の拠点として重要な位置を占めることとなる。そして莫大な持参金はイングランドが抱える負債の問題も解決されたほどのものであった。このようにこの結婚はイングランドにとって 後の大英帝国の発展の原点とも言える二つの植民地の獲得につながった反面、王妃となったキャサリンのカトリック信仰がイングランド国内、特に議会との間に大きな問題を引き起こすこととなる。それが最初に表面化したのはキャサリンの王妃としての戴冠拒否という事件である。熱心なカトリックであったキャサリンは戴冠式が イングランド国教会の天礼によって行われることを知ると、これを断固拒否した。宗教を理由に大官を拒否した王妃は、英国主上キャサリンただ一人である。夫チャールズ二世はニーズマにあれこれ強制するのは、このまず、ことを荒立てなかったが、これに噛みついたのが、国教会信徒の多い議会である。この大官拒否問題以後、ことあるごとに王妃を追い落とすべく議会の格策が、 続くことになる。こうして、イングランドに嫁いだキャサリンであったが、その結婚生活には常に、夫の女性関係がつきまとうこととなった。夫、チャールズ二世は美人だったキャサリンを一目的に、入り、生涯大切にしたが、反面、陽気な王様、と、あだなされる、女好きで、生涯に公認されただけでも愛人が十四人、認知された諸子が十四人という記録の持ち主であった。 その14人の愛人たちの中で特に王妃との関わりが深かったのはカースルメイン伯爵夫人バーバラ・ビリアーズである。バーバラはロンドン美人と呼ばれるほどの美女であったが気性が激しく自分の思い通りにならないと感触を起こし、低心に八つ当たりし王に無理難題を求めるわがままな女性であった。バーバラは新婚のチャールズ2世とキャサリンが ハンプトンコート宮殿に住むことが決まった時、自分もそこに住むと言って、騒動を起こした。さらにそれだけではなく、無理やり王妃付きの女官にまでなってしまい、王妃は嫌でもこの愛人と顔を合わせなければならなく、なった。その後も、ネルグウィン、ルイーズ・ケルアイユ、マザランの名ウォルタンス・マンチーニなど、入れ替わり立ち替わり夫の愛人が現れた。思わったキャサリンは、 ポルトガルへの帰国を考えたこともあったものの、愛人を多く作りながらも、王妃のことは大切にするというチャールズ2世の姿勢と、1669年まで数回の妊娠がありながらも四次を出産できなかったことへの引け目から思いとどまることとなった。しかし、チャールズ2世は、バーバラ・ビリアーズを、はじめ、多くの愛人たちの間に、大勢の諸子を設けた。その中からは、 1685年に王位を継承したジェームズ二世に対して反乱を起こしたモンマスコー、ジェームズ・スコットのように王位継承を求める人物も現れた。王妃が四次ぎを生まなかったことによって1685年2月6日にチャールズ二世が死去すると王位は弟のジェームズ二世が継承することとなった。未亡人となったキャサリンはカトリック教徒であった。 ジェームズ二世の治世中はイングランドに泊まっていたが、1689年に名誉革命でプロテスタントのウィリアム三世とメアリー二世が即位したとを受けて帰国を決意し、1693年31年ぶりに故国ポルトガルに帰国した。その後は1705年11月30日に亡くなるまで弟のペドロ二世、通称太平洋。 オーパシーフィコのもとで暮らした、一時、弟のセッションも務めている。イングランドにおいて、最初に紅茶がもたらされたのは、キャサリンがついだ1662年前後のことで、ある。当時の紅茶は大変な高級品で、よほど身分が高くなければ、手に入れることはかなわなかった。しかし、これを、毎日のように飲んでいたのがキャサリンであった。これは、 当時貿易先進国として繁栄していたポルトガルの王女だったからこそできた贅沢である。彼女が生活していたサマーセットハウスでは訪問者にこの紅茶が毎日振る舞われ人気を呼んでいた。そしてそこからイングランドにおける喫茶の習慣が確立していくこととなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。